今日ご紹介するのはわかめや昆布の加工品、石巻十三浜の名産品です。石巻市北上町十三浜の丸中遠藤水産、わかめや昆布の養殖から加工販売まで家族で手掛けています。うちは私で2代目になるんですけども、わかめ、昆布、ふのり、ひじき等の海藻類を生産販売まで一貫してやってる会社になります。もともと十三浜っていうこの海域は暖流寒流がぶつかり合って、なおかつ北上川の栄養豊富な真水と相まって魚介類、特に海藻にはすごくいい漁場とされてます。10年前の3月、これから海藻のシーズンが始まるという時に、東日本大震災による津波が十三浜を襲いました。震災の時が地元 の自分たち世代がまだやはりもう一回海で再起かけようっていう動きがすぐありましたので、うちもみんなで頑張っていこうかっていう気持ちになって、でもう一度再起をかけた感じですね。十三浜の誇りを胸に、家族一丸となって震災を乗り越えた丸中遠藤水産。売れ筋は塩蔵わかめ、そうめん昆布、そして茎わかめといった加工品です。成長段階からちょっと手をかけて、水揚げしてからも選別作業ですかね、そこは本当に厳しく行ってますので、十三浜の中でもまたより良い品質のいいわかめの販売提供には気をつけてます。お客様に手に渡った時ですね、保存に必要最低限な塩分量と、あとは脱水をきちっとしまして、鮮度が落ちにくい製法にはこだわってます。サラダで食べれる、火を使わなくても大丈夫、細く切ることによって程よい歯ごたえで食べることができるので、本当にこれから暑くなる季節は特におすすめですね。食感としてはコリコリ感を感じられる醤油になってますので、ちょっと浅漬けっぽい感じで、きゅうり、人参、生姜なんか刻んで和えてもらって、あとはちょっとめんつゆなんかかけてもらって食べるとすごく美味しく召し上がれます。親子3代で買い求めるお客さんもいるというこだわりのわかめや昆布、石巻十三浜の味をぜひ。海の条件としてはすごく恵まれている漁場ですので、そこでやっぱり取れた海産物、わかめ、昆布、ホタテ、ホヤ、カキっていろいろありますけども、それを本当に一味も二味もちょっと違うなっていうところを感じながら食べてもらえればなっていうものはありますね。はい。